大丈夫。おはようございます。ちょっと待ってください。普通にね、ちょっと待って。よし、オッケー。おはようございます。おはよう。おはようございます。そうです、365日目になりました。おめでとう。な、今日本当はゆっくり配信がしたかったんですけど、あのライブのリハがあってゆっくりできなさそうなので早く始めたんですけど、まあそれでもいつも通りの時間にしか終われないので、今日はちょっとだけ配信いつもよりは長めにして、それで土曜日にまた改めて配信します。お願いします。あとアミは今日はちょっとそうです、つけれるかわからんですけど、これがつけたい。誕生日ではないです。前髪が長いからね、ちょっとやったら顔が隠れちゃうかな。どうしよう、やめとこうかな。やっぱこれはまた今度に置いておきましょうね。つけられへん多分。前髪、土曜日、あ、まだ前髪できてないですね。そうです、365。あ、今回は風船が割れてなかったんです。この前の200日の時かな、200ですかね、分からんけど風船が割れてたんですよね。そう、あ、14歳だっけ、違うか、ちょっと忘れたけど、なんか風船を使った時に風船が割れてて、もともと破れてて、空気を入れても入れてもなんか抜けてましたけど、今回の風船は大丈夫でした。おはようございます。そうです、まず今日はゆっくり配信ちょっとだけねして、土曜日にまた改めて配信するので、土曜日見に来てください。お願いします。新幹線で爆睡日差しですね。そうですね、ほんまにやばい。そうですね、つけてみますか。これはね、去年ですね、今年じゃなくて13歳の生誕祭でもらったティアラです。可愛いですよね。やばない、もう去年って、去年以上去年なんですよ。もう8月やろ、だから7月1日なので、もう結構去年です。結構目の去年ですね。つけてみちゃう。だけどうまくつけれるかわからないですね。かわちいですけどね。かわちいですけど、こういうのつけるのはなんか日によってめっちゃ下手くそな日と上手な日があります。でこの前髪の日に、あの、分かれてるのがこれで OK です。つけてみましょう。じゃあちょっと待ってください。でもこういうのは、あー、やばい、ちょっと待って、角度がね。よし、どこからつければいいんですか。あ、とりあえずここを止めますね。あ、間違えた、間違えたけど、あ、大丈夫。ちょっとここが出てきますから、また後でちゃんと止めましょう。おはようございます。皆さん朝早くから起きてくれてありがとうございます。あみ、今日はちゃんと寝坊しずに6時に起きることができました。そうです、6時に起きました。今日ちょっと下手くそですけど、まあついたのでいいですよね。もうちょっと上ですか、こういうのって。ティアラつ
ける機会はあんまりないのでわからない。あれちょっと髪の毛で隠しておきましょう。待って、やばい、ボサボサですかね、どうですか、ボサ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 、おはよう、おはよう。1周年、毎日見たらあっという間やって、ほんまにな、ありがとう。いつも皆さんめちゃくちゃさ、やばいですよね、1年経ったって思えない、早すぎてやばいかも。よし、これでいい感じですか。走りすぎたらちょっとね、髪に影響をもたらしそうなので、ちょっともうこれでやめますね、さすがに。でも止まったから OK。 でも動いたらちょっと取れそう。まあ動くことはないのでいける。うん、いいですね。でもちょっと目が隠れてるんですよ今日。この前髪が長すぎてさ、切りたい。でももうすぐ美容室なので我慢ですね。ちょっとやっぱ落ちてきちゃうね、ずるずる。どこが悪いですか、ここの辺、ティアラに近くなる部分が止まってないですね。ちょっと待って、頑張って止めたらコメントを読んでいきます。もういいですね、ここがね、こういうなんかバイクのさ、こうガチャンガチャンやるやつになってる、ヘルメットの。大丈夫そうですか、いけてる多分前髪が長いからちょっと変なのかな、前髪ちょっと開けましょう。でもちょっと今日は言うことを聞いてくれない反抗期デーなんですよね。まあそういう日がありますね。オッケー、おはよう。1年続けるの本当すごいし、偉すぎる、ありがとう。皆さんが見に来てくださるおかげです。そうですね、いやでもほんまにあっという間でした、1年。やばいよな。でも振り返ったらいろんなことしましたよねね、おはよう、おはようございます。西山ちゃん、浦山店長、あ、ね、店長コメントしてくれてましたね。なんかちゃっかりラーメン一緒に行こうとしてるし、何も行きたい。おはよう、うん、おはようございます。似合ってます、ありがとう。そうですねさすがに普段からディアラつけてる人はおらんからな。そうですね、でも OK、 これでいい感じになんとか止まりました。でもここ見たらちょっとボサボサなんで、あんまり横は見ない方がいい。こっちなら見せれるけどね、なんか見せる方向、ほらやばいよ、ボサボサ気にしないでね結局数学の宿題は残りの時期だけ終わったらってまだです。今日の午前中に、午前中って言っても午前中もう、あ、もう配信終わって1時間ぐらいだけ頑張りますね。あ、やばい、待って、コメント、うわ最悪や、もうやばい、ごめんなさい、ちょっと待って戻る。あ、ここまで来た。363日から参加してるから、まだまだ僕は新規だって。まあ新規の方もね、ぜひこれからも見てください、見てね。うん、あきら先生の髪型でも刺さるのかやんて、刺さるんちゃうけど、あのあきら先生は髪をこうやってやってるから、こっち側に刺したらちょっとへっこんじゃうかも、髪の毛がしなになっちゃうですね多分。はい、
だからもしここをテローンってやったままにやりたいなら、なんか中にね、なんか詰めた方がいいかもしれないです。おはようございます。ヘルメットのシールド、やってシールドかな、分からんけど、こうやってさ、カチャンカチャンっていう目前にさ、透明のガラスみたいな、透明のガラスのやつですね。ちょっと難しい表すの。おはようおはようございます。猫ギルおばあさんが地割る、あーね、確かにこれかわいいよな。またガンプラビア見せてね。あ、そうや、あのな、ガンプラくんを作りたいんですけど、パパがおる時間がいいから、ちょっとお仕事とか行ってんので、またね、時間があった時に配信しますね。わ、待って、タワーひろゆきさん、タワーありがとう、ありがとうございます。え、タワーですか。え、ありがとうございます。1周年タワーへ、ありがとうございます。イエーイありがとうございます。めっちゃ可愛いですね、カラフルで。今までもたくさんタワーとか建ててくださってありがとうございます。お、待って、ムーチョさん、タワーありがとう。ムーチョさんもありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。嬉しいですね、ありがとう。タワーかわいいですね、ほんま。一周年、祝一周年で書いてますね。ありがとうございます、ありがとうありがとうございます、ね、おはよう、ありがとう、本当にありがとうございます。やっと写真を撮りますイエーイありがとうございます。いや、ありがとう、ほんま1周年おめでとう、ありがとうございます。最近忙しいですか。久しぶりに会えた気がして嬉しいです。1周年おめでとう、ありがとう、おはようございます、ありがとうございます、本当にありがとう。タワー、ありがとう、後でお書きしますね。おはようございます、おはよう待って、ちょっと待ってください、ちょっとお戻りいたしますね。あ、ここや、早起きやね。そうですね、ちょっと今日はいつもより15分早く配信します、しますってかしました。そう、ナミはなのでいつもより45分早く起きました。40分ぐらいですね。おはよう、てんちゃんって誰だろう、やって、てんちゃんは池田てんなちゃんです。知ってるやろ、てんちゃん、てんちゃん好きやろおはよう、配信の回たくさん仲良くなってね。そうですね、ほんま皆さんとめっちゃないろんなことお話できたと思います、ありがとうございます。おはようございます。今日も宿題にリハに忙しいので、今日はめっちゃ忙しいですね。頑張ってきます。おはよう、ありがとうございます、ほんま皆さんありがとう。タワーもね、ありがとうございます。このティアラがタワーの形に出ますね、こう頭まで続くみたいなちょっと難しいな、言葉で表すのは。おはようございます。浴衣とヘアアレンジを横浜ついてから自分で引き継げたの、上手にできました、ありがとう。そうなんですよ、浴衣自分できました、頑張って、すごいやろ。髪型もお団子にしました。やっぱね、行き道からお団子してるとね、頭が痛くなっちゃうので、引っ張られてね、なので、はい、
日にちは降ろしてました。ていうかなんか何でしょう、そうですね、そんな感じですはい、アミタン、アミタンじゃない、間違えた、自分で言ってた、アミタンって、アミタンランドのチケットを受けたので入れませんでしたって、いつでも売ってますよ。あ、アミ1年おめでとうやって、あゆみちゃんやありがとう。あゆみちゃんと昨日の夜も LINE してました。はい、いつお泊まりするって話をしてました。早くしようって言ってた。でもなかなかね、リハとかぶってるねって言ってたけど、もうリハどうせ予定一緒やからね、もういつでも泊まれるっちゃ泊まれるよねっていう話してました。学校の友達よりもね予定が合わせやすいです、あゆみちゃんは。なぜかっていうと、まあリハとか握手会とか、まあそれこそオンラインの後とかそういうのもまあね合わせやすいから。はい、5時45と間違えて待機してましたって、やば、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。そんな朝早く眠たかったでしょう、ありがとうございます。おはよう、おはようございます。うわー間違えた、あみこの色ですね、いつも。あれ今これやった、違う違う、これです、これです。ちょっとなんか眩しい朝だからかもうええやこれで。え、なんかでもちょっと一回消します、つきます、できた、これぐらい。なんか急に眩しくなりましたね。おはよう、1周年おめでとう、ありがとうございます。あら可愛いのつけてますね。そうなんです、これは去年の生誕祭でもらったやつです。ティアラありがとうございます、めっちゃ可愛い。あ、1周年ってアバターも、もアバターもらえるのかな、どうなんですかね。なんか一時期めっちゃさもらえるって言ってたけど、今は分かんないですね。ちょっとあやみちゃんもらえたんかな、あやみちゃんもらえた分からんですね。おはよう、ね、あやみちゃんいますね。ちまが一番でありがとう。あ、でもピオノ企業の花になってるから嘘ですよね。いや頑張ってくださいね、ありがとう、頑張りますそう、浴衣で呼んできました。やっぱ新幹線浴衣着てくのはさすがにね、もう勇気がいるし、普通に結構疲れるのでね。 CD 販売会で初めてあみたんの話できた、ありがとうございます。今日はどうしてもティアラつけて、僕のお姫様ありがとう。ここですね、ここに見えにくかったかもですけど書いてるんですよ。こうやってやったら見えるかな。配信が365日になりました、1周年ですね、ありがとうございます。ほんといつも見に来てくださって、電車から降りたからやったみたいな声が聞ける、ありがとう、おはようございます。大変ですね皆さん、朝からお仕事。あゆみちゃん配信始めたよ、あーよかった。そっか、もう7時ですね、早い。あゆみちゃんとのエピソードお願いします。エピソードか、もうねありすぎてちょっと絞りきるのは難しいけど、あ、それで言うと、まあ、言ったことはあるんですけど、あゆみちゃんの性格が本当にマイペースだなって思ったことがあって、なんかね、あゆみがマイペースの時とマイペースじゃない時の差がすごいんですよ。そう、なんかもう思い立ったらすぐ行動する時とめっちゃマイペースの時みたいながあるんですけど、そうですね、あみのお家に泊まりに来てて、ほんでその日がレッスンやったんかな、川からへん、多分そんな感じだったんですね。だからちょっとレッスン前にレッスンやったんかな、なんかどっか行くみたいな感じや、多分レッスンですね。でその前に一緒にプリクラ撮りに行こうって言って、プリクラ撮りに行ったんですよ。
ほんでその後にちょっと移動して、まあちょっとお茶をすることになったんですね。それでなんか買おうと思って、あ、なんでかな、ピタパとかかな、ピコカとか、言ったらあかんですかこれは、 IC カード、じゃあ分かれへん、なんでか分からんけど、あゆみちゃんがお財布を使おうと思ったんですね。そしたらお財布がないことに気づいて、やばい、お財布ないってなって、えってなるやん。そうで、普通ってはないけど、まあ、めっちゃ網やったらね、網やったら焦るんですよ。てか網普通にせっかちやから余計かも分からんけど、めっちゃ焦るんですけど、あゆみちゃんはあれ、お財布がないみたいな、だから、まあ、すごいと思いました、焦らへんのが。でなあ、やばいやん、お財布なくなったのは。だからとりあえずママがいたので、アミのママがついてたので、そう、多分今一緒に取りに帰ったらアミエがレッスンに間に合わんからって言って、ママが見に行ってくれたんですよ、ブリクラのとこまで。そしたら置いてあったんですって。お、1000円分からへんけど、まあ0円だったんです、取られてる額が。でなんかそのカードとかそういうのも取られてるのがなかったので、さすが日本は本当にいいねって思いましたね。平和平和って思いました。そう、こんな感じです。でも面白いよな。そう、おはよう、仕事行ってきます、頑張ってね。そうという話でしたね。危なかったね。そうですね、あゆみちゃんほぼ猫と暮らしてるから、あみね、あのごまちゃんとまめちゃんにご挨拶をしたことがないので、ちょっと会いに行きたいですね、また。そう、麦ちゃんは会ったことがあるんですけど、何回か、そう、画面でしか見たことがない。あゆみちゃんがごまちゃんとまめちゃんを買い始めた頃に見せてきて、名前考えてんねみたいな。その時寒いの、ちょっと待って、クーラー効きすぎ。その時に名前考えてねって写真見せてもらったり、時々今も写真見たり、ショールームで写ってたりするから見るんですけど、実際はね見たことがないので見たいですね。可愛いよな、絶対絶対可愛い。平和でよかった、ほんまに。そうなんです。それ一人っ子と京都の違いかな、知らんけど。あー、どうなんですかね、それは分からんですね。一人っ子、確かに。あゆみちゃんは一人っ子ですね。あみは上にお兄ちゃんがいます。はい、グッド。そうですね、おはよう。みたいな猫アレルギーはないのかな。ないです。動物はオールオッケー、全部可愛いので。ちょっとティアラがね、お疲れ様です、ありがとう。皆さんもお疲れ様です。うん、おはようございます、おはよう。ゆうちゃんとお泊まりしたことある？ないですね。遊びに行ったことはあるんですけど、ないです。でもまあそうですね、とにかくアミは今思い出を作るのに必死です、ほんまに。あのちょっとだってさ、メンバーじゃなくなってからさ、なんかさ、いっぱいさ言われるのめっちゃ絶対さ、なんかさ嫌やん絶対、普通に。あ、そうですね、個人的にはないけど、才能発掘の時にはあります、9期生の。そうですね、それで何だっけ、何話だっけ。あ、そうですね、だから今頑張って思い出作ってます。また遊びに行きたいです、おはよう。あゆみちゃんが会いに来てって言って、はい、行きます。あ、まめちゃんたちに会いに行くわ。
待っててって言っといて言っといて。アルバカドが怖くない、怖くないです。でもあのペッペってしてくるやろ、ムカついた時は。だからちょっと怖いですね、それは。そう、リハ期間にゆうちゃんとゆうきがご飯行ったら知ったの。そうですね、ついでいく、あみも一緒に。そう、ちょっとね、はいはい、そういう感じです。いやー、やばいな。でもこの前10期生もいっぱいいたんですけど、ゆうみさんが入ってきた時に、あの一番初めにあみのところに来てくれて嬉しかったです。そうです、おはよう。今日はニヒマの卒業したアイアン先輩、あ、間違え、アイアンバイセンの誕生日ね、誕生日ですね。マナミンとは、マナミンとはあの二次審査ぐらいから仲良かったんですよ。そうなんです、なんか番号が近かったから控え室が一緒やって、向かい側にマナミンがおってな、紙に紙で書いて、モバジュー持ってませんかって思って、あ、すごいすごい、この絵、これコスモライトさん、守りたい、この絵が、ありがとう、すごいいっぱい来たで、ありがとうございます。うわー、ありがとう、ありがとうございます。もうこの守りたいこの笑顔のタワーが立ちましたねありがとうございます。びっくりした、すごい急にさ、なんていうん、これガラガラ、なんていうんだっけ、忍者とかでさ、忍者のお家とかにかけてあるやつ、お札じゃなくて、なんていうっけ、忘れちゃったな、なんかあるじゃないですか、ベロベロみたいな、それ、ありがとうございます。それがいっぱい出てきてびっくりしちゃった。ひろゆきさん、レインボースターいっぱいありがとうございます。あ、掛け軸や、そう、掛け軸、そうそうそう、掛け軸ですね、ありがとうございます。そうや、掛け軸、なんかさ、床の間、床の間いけに掛け軸掛けて、その掛け軸の後ろに四角い穴が開いてるんですよ。そこから忍者が出入りしたりしてますよね。はい、おはよう。マミちゃんってペット飼ってないよね。そうですね、もう今いないんですよ。前まではカニさん、カニさんっていうか、あ、ペンライト待って、いっぱい、これ待ってください。あ、ひろゆきさん、ありがとう、ペンライト、めっちゃ可愛いですね。アミがペンライトのピンクと白にした理由は、ピンクと白が大好きだからです。部屋を映したいけど、まあ、部屋来てないので映ってないんですけど、あのベッドとか机とか全部ピンク白で揃えられてます。そうですね、揃えられてます、ありがとう。あ、マキマキちゃんもか、ペンライトありがとうございます。ひろゆきさんとマキマキちゃん、ありがとうございます、ありがとう、おはよう、おはようございます。何の話だっけ、あ、そや、掛け軸の後ろにこうやって四角い穴が開いてて、そこから忍者が出入り、あ、じゃあその後のデザミが喋りたかった、何やったっけ、忘れちゃった。忍者屋敷ってことはありますね、なんかちっちゃい頃に忍者の格好をしていたことがあります。借りれたんですよ。はい、そういう感じです。ちょっと忘れちゃった、何話すか、あ、魚病、そうなんですよ、魚病が、でもめっちゃ長生きしたんですよね。そう、ちょっと前に亡くなっちゃって、でもね、アミが3歳か4歳ぐらいの頃からいるので、9年とか10年ぐらいいるんですよ、お家におったので。まあ長生きですね。でもなんかちょっと前からなんか金魚の病気みたいなのにかかってたので、それでなんかね、生きてたんです。それでも頑張って生きてくれたんですけど、まあもう10年も来たらね、結構おじいちゃんとかおばあちゃんなんで、まあ仕方ないですね。
まあ可愛かったです、めっちゃ。ほんまにそうですね、関係ないけど、昨日八景八景島夜景島シーパラダイスでリアルカニを見できて、いいですね。アメこの前ね、カニ食べました。美味しかったです。カニを酢につけて食べました。はい、滋賀県と三重県の境が忍者の里だから、みたいに行ってみればって、また時間があれば行ってみますね。ちょっと頭が浮いてきました、そろそろ。ちょっと一旦取りたい、これ。なんでかっていうと、ちょっと刺さってピンが痛いので一旦取りますね。取れるかな。ちょっと一旦取らせていただきます。ちょっと痛い痛くなってきましたね。あ、こっちは全部取れた。あ、取れてない。ピン刺しすぎじゃない、ちょっとアミ。5本ぐらい刺してましたね。さつまいも、待って、どっちから、あ、こっち、ちょっと待ってください、頑張って取ってる。あ、こっちは全然刺してなかった。え、一本だけ、待って、ボサボサ、え、一本しか止めてない。え、それはゆるゆるですね。というか左につけすぎなんかな。ちょっと一旦溶かせていただきます。ああ、頭が、頭のなんか、頭からなんか取れた感じ。 OK。 あー、やっぱしっくりきますね。いつもの網です。よし、 OK、 OK です。おはよう。飼ってたんだ。ひかたんは犬飼いたかったみたいだけど、親の関係で飼えなかったんだよ。なるほど。ハミもワンちゃん飼いたかった、だからハナちゃんを飼ってましたハナちゃん、そうです。だけどハミのうちはね、ワンワン飼っていいよって言われてたけど、やっぱね、お別れの時が寂しいからっていうのと、旅行とかするときにかわいそうやん。お出かけするときとか、お家に一人で待って、待たせちゃうのがかわいそうだから飼えないですね。そうです、いいよって言われてるは言われてるけど、そうなんです。ハミが犬を飼いたい理由は、お散歩がしたいからです。ほんまにしたい。はい、走りたい。あと、みんなにちょっと自慢したい。一番可愛いワンちゃんやでって言って、はい、配信ありがとう。そろそろ行ってきます。行ってらっしゃい。涙一緒の感想は、感想はそうやな、めっちゃ早かったですね、1周年、ほんま。だからまだね、これからもよろしくお願いします。いつも見に来てくださってありがとうございます。はいですね。あと、今日も朝早くから見に来てくださってありがとうございますでした。ほんま楽しかったですね。また頑張ります。まみちゃん、おはようございます。おはようございます。レトリーバーに乗せた方がまた、そうなんですよ。パパがアミが生まれた時にレトリーバー、ゴールデンレトリーバーを一緒に飼って、こう一緒に成長していってほしかったらしいんですよ。そう、ほんで一緒に写真を撮りたかったらしい。めちゃくちゃいっぱい可愛いですよね。ちなみにアミが飼ってるワンちゃん、はなちゃんはゴールデンレトリバーの赤ちゃんです。ずっと赤ちゃんですね。そうですね、飼いたい犬種とかあるの。アミは
まずはティーカッププードル、最近めっちゃ可愛いなと思って。でももともとはトイプードルかチワワが良かったんですよ。でも最近はティーカッププードルも可愛いって。なんですがね、この時間だとあくびが出るんかもしれへん。さっきまでそんな出てなかったくない？そうですね、多分そういう感じの関係がありますね、体のリズム的に。そうですね。あとはでも全部可愛いワンちゃんって、ポメラニアンとかいいですよね。でもな、めっちゃ今まで見た中でポメラニアンと何やっけな、なんかそういう、あ、シーズやっけな、なんかそういう感じのミックス犬がおったんですけど、もうねめちゃくちゃふわふわで、ほんまめっちゃ可愛かったんですよ。あ、コニタン、おししかかたん、ありがとう、ありがとうございます。そうで、もうミックスも可愛いですよね、ほんま全部可愛い、ほんま悩んじゃうぐらい全員可愛い。アミはでも大きいワンコよりは小さい、まあ中型犬ぐらいが好きですね。そうだけど、そうやな、そうですね、だけどねえ、パパは大型犬が好きだし、ママもアミと同じ中型犬とか小型犬が好きらしいですよ。可愛いよな。でも大型犬もいい、お散歩してる時めっちゃ大型犬可愛い。あとはご飯食べる時のがっつき感、まあその子によるかもやけど、ガムガム食べてんのが可愛いと思います。はい、おはよう。アニメとかでよく見る、そうやな、犬と一緒に育てるとか。アミタン勝手に、あ、アミタンポメラニアンに似てると勝手に思って、ありがとう、嬉しいです、お願いです。ポメラニアン好きなんです、アミも。うわすごい、何これ、すごい、うわ、コスモライトさん、なんだろう、ジュース、ドリンク、ありがとうございます。めっちゃ可愛い、すごいですね、ありがとう。待って、ちょっと待ってください。あ、かなちゃんも喜んでます。皆さん、ほっとす、一回泣き止んで、あ、ちょっと待って、いつも本当にありがとうございますと、たくさんギフトありがとうございますって言って、かなちゃんが喜んでます。アミの愛犬です。じゃあ、でもなんですね、こう歩かせないといけないから、あ、吠えてますね、大丈夫だよ、あ、前に進み合いたいけどダメですね。あれですね、ゴールデンレトリバーの赤ちゃんです、かわいい。ちなみにこの子は今ね、この子一回切るね、一回止めます、あ、一回止めて、止まって、はい、大丈夫です。この子は7歳ぐらいに飼ったんで、7年間ずっとゴールデンレトリバーの赤ちゃんしてます。かわちいね。はい、じゃあちょっと一旦止めますね。一旦止めますね、はい、オッケー。かわちい、このね、この尻尾感が好きなんですよ、ふさふさ。おはよう、初見です、ありがとう、ありがとうございます。おはよう、おはよう。市販はミニチュアダックスね、アミのおばあちゃんちでもミニチュアダックス飼ってました。アミちゃん仕事で頑張ってね、いいですね。柴犬かわいいよな、わかる。ワンコはみんなかわいいですね、ほんまに。パグ犬とかどう、いつもふがふがしててかわいい。パグ犬かわいいと思う。パパがパグ好きなんですよ。パグやっけな、
パグかもう一個なんだっけな、パグじゃなくて、あ、フレンチブルドッグか、どっちか忘れちゃったけど、うん、パグ可愛いと思いますね。おはようございます。おはよう。そうです、この子はなちゃんって言います。はい、めっちゃ喜んで、そうです、喜んでます。久しぶりなんじゃ、そうですね、久しぶりです。ちょっと、うん、かわいいね。あ、ちょっと危ないよ、ガクガク病なるよ、また。あ、待って、ほら、ちょっと待って、久しぶりに見た、ありがとう。そうです、あのね、ほら、聞こえる？うん、タマが、ほら、ほらほらほら、ガクンって言っちゃうんですよ。ガク観察しようかな、大丈夫かな。でもね、もうずっとですね、結構そうです、かわいいです、ほんま。これはアミはこの時にこの子を選んだんですけど、チワワとかもいますね、この種類でいうと。あのね、でもこのベロがめっちゃ可愛い、ほんでマジでかわちいですね、いいですね、ほんまにワンちゃん欲しい。うわ、待ってください、タワー、チャンシモさん、ありがとう、タワー、イエイイエイ、ありがとうございます、ありがとう。あれ、待って、はなちゃんも喜んでる、ありがとうございます、タワー、ありがとう、ありがとうございます。痛いよ、ちょっと痛いよ、痛いよ、はなちゃん、はなちゃん痛くなっちゃう。でも今めっちゃ研究してたんよ、こうやって。なのでめっちゃ無の表情かも。え、はなちゃん、びっくりした、めっちゃびっくりしたんやけど、顎関節症、安静にしてくれ、ほんまにね。え、かわいい、歩いてる、待って、あ、お、歩けるんですか、かわいいですね。あ、ちょっともうちょっとこっち、まっすぐは歩けなさそうですね、結構。あら、あら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 、落ちてます、落ちてしまいますよ、怖い、ちょっと待って、一旦、まあいいや、ライト行ってきます。え、待って、見ました、あ、危ない、うん、下やばいかも、下がね、どんな配信しよう、悩んでるんですよ今、びっくりした、もう36日になっちゃうからつけないといけないんですよ、もうさ、ちょっと待って、今見なかったことにしてください、下の服は、上はちゃんと着てるんですよ、ちゃんと服っぽい、服っぽいっていうか私服っぽい、私服っぽいっていうか私服なんですけど、着てる、ちゃんと服を着てるけど、下はね、短パンを履いてるんですよ、はい、おはようございます、おはよう、
じゃあそろそろ仕事行ってきます。改めて一緒のことありがとう、頑張ってください。粘着がもうないみたいですね、これ無理ですね、今何回つけても無理な気がしてきた。テープって一回落ちるとなかなかつかないですよね。ここです、大丈夫ですよ、あなたはくっつく、あなたはくっつくです。よし、もう落ちてきたよ、ほんま知りません。おはようございます、涙おめでとう、ありがとうございます。そうだな、抑えすぎて割らないようにしなあかん。粘着力弱くなってるからしゃあない、そうですね、しゃあない。はい、やばい、何しよう、待って、めっちゃお腹空いた、食べますね。しゃべりに夢中になるためはご飯食べなくなる性質があるんですよ。そう、まずは手を拭きましょう。やばい、お腹空いた、めちゃくちゃお腹のスキルは急に襲ってきます、こういうの。皆さんも一緒に朝食タイムにしましょう。え、やばい、めっちゃ美味しそうだけど、これは初めて食べるパンなので、あ、待って、やばい、あー、いただきます。ちょっとちぎれちゃったからもう一回、一口食べただけでお腹いっぱいになるぐらいですね。美味しいですね。うん、すいません、今日は何時までの予定ですか。今日は、あ、もうそろそろ終わりますそうですね、今日はまた土曜日に改めて配信します。明日と明後日と明後日は普通の配信です。うーん、じゃあね、今日の1位のひろゆきさんの絵描きたいと思います。やばいですね、美味しすぎてもうめちゃくちゃお腹が空いてたんですよ。ほんま美味しい、うん、朝ごはんの何にしようって、パン派ですかご飯派ですか。これぐらいの幸福ですね。リクエストが来ました。ゴールデンレトリバーのったアミヤって、
け。あとムートさんとちゃんしもさんもお願いします。はい、びっくりした、めっちゃびっくりした。もうさ、虫が止まったと思った。やばびっくりした、こんな虫が止まったと思ったら、コメントのなんか、丸いなんかで、ね、虫みたいなのがおったんですよ今。でもその本物の虫じゃなかった。うん、うん、じゃあ書きます。ゴールデンレトリバーってさ、どんなんだっけ。そばにおるけど書くってなると難しいですね。で、に乗った網やから、網が乗りましょう。ここに乗ってくださいね。ちょっと待って、こうやって乗って、それでほっぺたを描きましょう。待って、やばいかも。たたーん、こんな感じです。どうですか。はい、こんな感じ。はい、こんなんですね。はい、チーズ。ありがとうございます、ありがとう。はい、次じゃあムートさん書きますね。波や流れ星お願いします。 OK です。波や流れ星、あ、待って、ちょっとこれ書くの忘れてました。じゃん、え、やばい、次 3が落ちた。365の3がこんなんですね。はい、はい、チーズ。ありがとうございます。え、待って、字が違う、ちょっと待ってください。え、合ってるくない。あ、待って、1本足りてないんですね。待って、ごめんなさい。はい、ちょっと訂正版。はい、おまけにパンダ書きました。変な位置におるんですけど、はい、ありがとうございます。はい、もう一回撮りますね、ごめんなさい、ほんまに。カジャカジャ、うん、ありがとうございます、ありがとう、本当にありがとうございます。じゃあ次、やばい、コメントにさ、虫がおる、めっちゃキモいんやけど、やめてください。嫌なんですけど、嫌や、虫のさ、あれってちょっと苦手ですよね、普通に。はい、じゃあ波や矢の流れ星を吹きます。やばいな、もう全然してないように感じる。
ちょっと待ってくださいね。びっくりした。ハゲだハゲだけど、ちょっと待ってねえ、怖いんやけど。今6しか残ってない。よし、ちょっと待ってくださいね。はい、できた。キュー、できた。どうでしょうか。いい感じ、いい感じですね。ドカドカーン。はいはい、チーズチーズチーズ、ありがとうございます。いい感じ、めっちゃ可愛いですね。はい、オッケー。次アバターでお願いします。オッケー、アバター、アバターですね。あ、これですね、アミのやつや。それで、やばい、自分でさアバターやけどさ、意外にさ時間が経っててさ書くの難しいですね。書けた、書けましたよ。よし、ちょっと待ってくださいね。 OK、 ダダーン、アミのアバターです。どうですか、こんな感じ。はい、こんな感じですかね。はい、どうですか。はい、うん、ありがとうございます。 OK ですね、ありがとうございました。それではね、漢字を読みたいと思います。いきますよ。13位ビロビロさん、ありがとうございます。12位たかし、あ、間違えた、 TM たかしさん、ありがとうございます。11位カニさん、ありがとうございます。10位マボさん、ありがとうございます。9位ベリマユさん、ありがとうございます。8位日高浩二さん、ありがとうございます。7位大見さん、ありがとうございます。6位まきまきちゃん、ありがとうございます。5位コニタン、ありがとうございます。4位チャンシュモさん、ありがとうございます。3位ムーチョさん、ありがとうございます。2位コスモライトさん、ありがとうございます。そして1位はドド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 ン、ひろゆきさんでした。ありがとうございました。イエーイ、ありがとうございます。皆さん今日もね、今日は本当15分とか早く始めちゃったのに、たくさん見に来てくださってありがとうございました。あとね、1年間見に来てくださってありがとうございました。これからも頑張るのでよろしくお願いします。あと土曜日にまた改めて配信をするので、土曜日見に来てください。でも明日も配信するので明日も見に来てくださいあ、 NMB のモバイル会員の方が今、そうアミの生誕祭の時の写真が見れるみたいなので
よかったら見てみてください。オフショットっていうんですかね、なんか全然カメラ目線で悩みがいっぱいずってるので、オフショットではないかもしれへんけど、まあそうですね、よかったら見てください。じゃあ終わりますね、いきます、せーの、ひろゆきさん、イエーイ、ありがとうございました。皆さんタワーもいっぱいありがとうございます。それでは終わりますね、また後で、また明日会いましょう。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとう。